あなたとチームにはハイレベルな情報のサマリーが必要です。シートサマリーレポートを使用すると、ポートフォリオレベルで主要なメトリックを簡単に可視化できます。それでは、設定方法を見てみましょう。新しいレポートを作成する際には、シートサマリーレポートオプションを選択します。シートサマリーフィールドを取得するソースシートを選択します。次に、追加したいシートサマリーからサマリーフィールドとなる列を指定します。次に、レポートに表示するデータの条件を決定します。似たような情報を素早くグループにまとめることができます。サム、カウント、ミン、マックスなどの関数を使用してレポートの列の合計を計算します。シートサマリーレポートは、レポートウィジェットを使用してダッシュボードに直接追加できます。これらのレポートのデータはグラフで視覚化することもできるため、チームは情報の意味を理解し、簡単に傾向を把握することができます。以上です。詳細情報については、スマートシートヘルプ&ラーニングセンターにアクセスしてください。